はい、皆さんおはようございます。高木です。今日もね、渡辺ホイールの修正リペアの方をねでいきたいと思います。前回ですね、このナットのねホールがですね錆びてボロボロだったので、こちらをね研磨削りましてですね、防水スプレーをねしたところなので、ちょっと表面がね黒くなっておりますが、まあボロボロでね、まあナットも入ることもね困難だったような状態から、一応なんとかナットが入るような状態になったということですね。で、今日はなんですけども、この表面、塗装表面で、ね、ボロボロで剥がれてきてるんですけども、どうせだったらこの渡辺のホイールはね地の色が素晴らしいんですよ。それなので完全剥離、塗膜を剥離してクリア塗装をねしていくというのがこの動画です。あとはね、裏側の方も白錆、これを研磨剤とあとブラシを使って剥がしていくっていう作業もねやっていきたいと思いますので、お楽しみに。それで今日使うのはこちら、塗料剥離剤ですね。はい、じゃあね塗っていきたいと思います。ハケでね、ハケはこういったものでね塗っていきます。ひたすら塗ると、ひたすら塗るしかないですね、これはね。はい、ということでね、塗装表面ね、もう5分ぐらい経ったんで、どんな感じかねちょっと見ていきたいと思うんですけど、まだダメかな。こういったねスクレッパーでね、こんな感じでね塗装表面剥がれてきましたね。こっちの方はブラシとか使った方がいいかもしれないですね。塗料もね取れてきましたね。じゃあブラシでいってみましょう。ああ、こういうとこはブラシの方がいいね。はい、ということでね、第1回目の塗装剥離はこんな状態です。まだまだですね、何回か繰り返さないとダメそうですね。これは今日のね、まあ、作業時間約30分ぐらいでしたので、まあ、まずまずといったところでしょうか。ではね、ビフォーアフター行ってみたいと思います。こちらが剥離前ですね。剥離前で磨き前がこちらです。剥離後ですね、まあ、こう比べてみるとね、だいぶ綺麗になったかなとね思います。この色の状態だったら真ん中を塗装しないでクリア塗装でもねいいかなっていうね仕上がりになりましたね。今度は裏面ね、裏面とこのリムの辺ね、これ見ますとこういったところもね結構錆でねデコボコしちゃってるんですよ。そうするとエア漏れの原因になったりするんで、こういうところを磨き上げるのと、あと中のねこういう白サビね、まあ裏面なんでそんなにはこだわってやらないつもりなんですけども、まあ、ちょっとねある程度綺麗にできたらと思って進めていきたいと思います。リムのね、リム裏のね磨きからやっていきましょうか。はい、カメラだと見にくいんですけど、一応まあね錆びまくってたリムがねちょっと綺麗になりました。引っ張りタイヤだとねここの部分って見えるんですよね。それなんでここの辺もねある程度は納得がいくまでは綺麗にしておいた方がいいかなと思います。まあ、この辺の表面錆びは、まあ、ペーパーで磨いてあげればね、この辺見ていただくと分かる通り、こんな感じでねちょっとは落ちるので、まあ、ざっとねペーパー当ててあげるだけでもいいかなと思うんですけど、はい、最初に比べるとね、まあ、かなり綺麗になったんじゃないかなと思います。これ やり始めるとキリがないんでね、表面はちょっとあれかな、
はい、ということで、4本のね、渡辺ホイールなんですけども、結構ねいい感じになったんじゃないでしょうか。こんな感じでね、でもうこれ磨いてたらキリがないんで、ある程度のところでね終わりにして、粗いペーパーで磨いたんで、今度は細かいペーパーでね、リムを磨いて終わりにしますかね。リムとホイールを脱脂して、塗装に入りたいと思います。まあ塗装って言っても、まあクリア拭くだけだからね、ざっとですけどね。ということでね、こんな感じで、渡辺のアルミホイールね、リペアというかね、まあ、リフレッシュ作戦こうね、いい感じで進んできたんじゃないかなと思います。これでですね、もう塗装しちゃおうと思うんですけども、もうこう汚れたまんまで味があっていいじゃないですか。このままね、まあ、クリア拭かないでこのまま使ってもいいんですけど、ちょっとクリア拭いてみたいかなっていうふうにね、思いました。いきます。ラストにこのホイールカラー、定番ですよね、カーユ品店のね、クリア、先ほどね、密着ロンを拭いて、まあ、大体30分ぐらい経ったんで、これで拭いちゃっていいっていうことなんですけど、まあ、1本しかないんでね、さーっと拭いてね、終わりにしたいと思います。ホイールの裏の方もね、ざっとちょっとね拭いちゃいたいと思います。はい、ということでね、渡辺ホイールのリペア計画ね、無事完了でございます。今後ね、また次回タイヤを組んでちょっとね引っ張ってみるというね、動画も試していきたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。高行き追走クラブチャンネル。